勉強に集中するための方法をご紹介します。まずはやることを一つずつリスト化するということ。やることリストを書くことで勉強効果が高まる理由はいくつかあります。主な理由としては、目標が明確化すること。やることリストを作成することで何を達成したいのかが明確になります。これにより勉強する際の方向性が定まり、無駄な時間を減らすことができます。そして優先順位が設定できること。リストを作る過程で重要かつ緊急度の高いタスクを意識し、それから順に取り組むことで効率的に勉強を進めることが可能です。やることリストを書くときのポイントは、具体的に記載すること。勉強すると曖昧に書くよりも、演習10問解くといった具体的なアクションをリストに書きましょう。また達成可能な量を書くのもポイント。達成不可能なほど多くのタスクをリストアップすると、逆にストレスを感じてしまう可能性があります。自分がその日達成可能な範囲のタスクを設定しましょう。タイマーで時間を測ること。タイマーを設定することで、この時間内に集中して作業するという明確な目標ができ、限られた時間で作業をするという意識が集中力を高めます。25分勉強、5分休憩パターンでは、短い時間で集中しやすく、頻繁に休憩を取ることで疲労がたまりにくいという特徴があります。50分勉強、10分休憩パターンでは、長めの勉強時間で深く集中できるため、複雑な問題に没頭しやすいです。どちらのパターンを選ぶかは、取り組むタスクや勉強スタイルによっても異なりますので、自分に合った方法を試しながら最適な勉強法を見つけてみましょう。次に、机の上を整理すること。整理整頓された環境にすることで、不要なものが視界に入らないため、注意が散漫になりにくく、勉強に集中しやすくなります。また不要なペンや資料をしっかり片付けることで、勉強に必要な資料やツールを探す時間を減らすことができます。散らかった机は心理的なストレスをもたらすことがあります。整理されたデスクは心の落ち着きをもたらし、勉強への意欲やモチベーションを高めることがあります。このように小さなちりとりを近くに置いておくと、消しゴムのゴミなど机の上を掃除しやすいです。勉強中にいろいろな雑念が頭をよぎることもよくあると思います。メールの返信、週末の予定、家のこと、これらが私たちの集中力を奪い、勉強の効率を下げる原因になっています。この解決法は意外とシンプルです。それはノートを取り出し、気になっていることをすべて書き出してみてください。書き出すことで頭の中がすっきりと整理され、心の負担が軽減されます。集中力がアップし、勉強に取り組みやすくなります。書き出す時のポイントは、どんなに些細なことでも気になっているものはすべてノートに書き出すということ。そして簡潔に、長い説明は不要です。ポイントを絞ってさっと書き留めましょう。書きながら後でどう対処すればいいのか、簡単なプランを考えておくことで、勉強後にスムーズに行動に移せます。この小さな習慣が大きな変化をもたらします。勉強の効率が上がるだけでなく、日常生活のストレス管理にも役立ちます。そして勉強が終わった後は、そのリストをもう一度見て、一つずつ実行に移し、達成したらリストから消していきましょう。散歩をすることも集中するための重要なポイント。散歩によって心拍数が上がり、血流が促進されます。これにより脳への酸素供給が増え、集中力や記憶力が向上すると言われています。
また体を動かすことでリラックス効果が得られ、ストレスが軽減されるので勉強への集中力が高まるとも言われています。短い散歩でも環境を変えることでリフレッシュされ気分転換になります。心身ともにリフレッシュすることで勉強へのモチベーションが回復します。散歩時のポイントとしては、速度や距離を意識しすぎず自分のペースで歩くことを意識しましょう。また水分補給をしっかりすることもポイントです。脱水状態は記憶力や集中力の低下につながりますが、しっかり水分を補給することで脳の認知機能や集中力を維持し、勉強中のパフォーマンスを向上させます。また水分不足は疲労感の原因となりますので、十分な水分を摂取することで体内の代謝が促進され、エネルギーレベルが保たれます。水分補給のポイントは、一度に大量の水を飲むのではなく、勉強中も定期的に少量ずつ水分を摂取すること。また冷たすぎる水は消化器系に負担をかけることがあるため、室温やぬるま湯の水を選ぶといいでしょう。集中するための次のコツは、具体的な目標を付箋に書く、そしてそれを目につくところに貼るということです。次のテストで3位になるのような具体的な目標を書いた付箋を目につくところに貼ることで、その目標が常に視界に入り、目標に対する意識が高まります。目標が明確であればあるほど、達成に向けたモチベーションが維持されやすくなります。勉強をしていて行き詰まることがあっても、付箋が目に入ることで目標を意識し、自然に勉強に戻ることができます。勉強に集中する7つの方法をご紹介しました。それではまた次回の動画で。